ユールラッツは、アイスランドのクリスマスに登場する13人のサンタクロースにあたる妖精である。ユールラッツ、または、ユールメーン、アイスランド語ではジョラスベイナーニア、または、ジョラスベイナーと呼ばれる。クリスマスの13日前から毎晩一人ずつ、人里にやってきて、子供たちを訪れる。12月24日に全員揃い、12月25日から一人ずつ、山へと帰っていく。 ユールラッツは、キリスト教のサンタクロースの物語と、アイスランドのバイキング時代の物語が混ざり合って、作り出されたと考えられている。1932年に、アイスランドの詩人ヨハニス・アール・コトラムによって、ジョラス・ベイナーニアという詩が、ジョリン・コーマというクリスマスに関する詩集の一部として、出版された。この詩は13人のユールラッツについての物語を、 もう一度アイスランド国内に広め、現在のユールラッズの物語のもとになっている。この13人のユールラッズは伝統的に山卜のグリラの息子たちであると言われている。また猫と共に描かれることも多く、この猫はクリスマスに新しい服を着ない子供たちを食べると信じられている。13人ユールラッズは12月12日から毎日一人ずつ民家に現れる。 それぞれに特徴があり、いずれも優しいサンタクロースのイメージとは異なり悪さをしていくものばかりである。ありがとうございます。